ではこちらの大発さんのブースの方で、ちょっと初めて見る興味深い車がありましたので、説明を詳しく聞きたいと思います。よろしくお願いします。この車はカフトの本社です。どういう車なんですか？カフ&オールマイティーファンツーです。具体的にスクエアなボディを感じて、スタッフに使い倒せるのが、スクエアです。結構割とじゃあ、オフロード的なものもいける的な、そういうわけで、総合性が想定してるので、はい、もう、都会の中に、シーン向けの、はい、で最大の売りはどのあたり？そうですね、前からね、室内に入ってもらうと、はい、すごい、こちらはグラスローズがあって、運転してるとき、すごい開放感があるし、それちょっとワクワクしてもらうと、ご自分の好きな道路を駐車場に遊びに出かけてもらうみたいな、そんなことそうでしょ。アウトドア現場に来たり、何回もして。最近の流行りのスライドではなくて普通の禁止のドア、はい、それはなんか狙いとか意味とかなかったですか？専用禁止する必要がなかったです。それでも他の声ありますか？まあそうですね、なっちゃうので、これでもここ普通の発売をされるということですか？そうですね、はい、もちろん市販にほぼほぼ、まあ、この状態でおそらく出ますよ、まあ、そうですね、そう思って大丈夫。コンセプトカーですね、はい、アテンのドレスアップはして、はい、ほぼほぼこの形、ね、ですね、はい、楽しみにお待ちしたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。